ないよ、少し。地べたに椅子ないんでバティスがないのね。その地べたに座って、地べたっていうかなんか荷物を入れるカゴを、うん、荷物を入れるカゴあるじゃん、あれを椅子にしてたの。あら、座れなくなるの。だからそこにあれ入れてんでしょ、なんか自分の荷物を入れて椅子代わりにしてんでしょ。ああ、そういうことか。そういう椅子はめて座ってんだ。そういう余裕の悪い姿を撮られたと思ったんじゃない。だったらお前がそういうなんつうんだろう、行儀よくしろよと思った。なんだこのガキと思った。何歳ぐらいパッと見て。中学生か、中学生か、それ以上。最高のゲーム。今ちょっとあるかもしれないな。本厚木の本厚木ギーゴになっちゃった。本厚木のゲーセン多分全部行ったことある。多分あの駅前とかね。あれバッティングセンターか、わかるでしょ。うん、じゃあ行ったことある。ちなみに龍が如く実写版のロケ地、薬時代によく行ってたから。うん、あとはあらないんだ。わかんない。龍が如く実写版のロケ地でもある。そう言われて、いや君らもうちょっと行儀よくした方がいいんじゃないのと思って。あそこの店員はかわいそうだな。なんか6時になっても帰んないかぎり思ったり。警察呼べばいいだけだよ。うん、超かわいそう。私あいつら警察呼んだらひよるんだ。すげえ、多分ガキはね、あの俺の店員に行ったと思うんだよ。あの人なんか僕にとって手ごろとしてるんですけどとか言って、どうしたと思っていいんですか。ガンスルー。まあどっちを取るかだよね。ちょ、てかてめえらなんか取らねえよと思って。あ、ちょちょ、その取るって意味のその取るじゃなくて、店員さんがどっちを、うん、パッと見の見た目でもどっちを信じるかっつったらねっていう話。じゃあおめえら行儀悪い、おめえらなんか誰一人信じねえだよ。店員さんにそのこと包むの、その子供たち、うん、なんか必死に俺のなんかスマホ見てくるなんだこのサイト。しかも並んでんだか並んなんないかわかんねえんだよ。もうやっちゃったけど順番来るじゃん、うん、やらねえの、ずっと座ってて。何このくそ上げるのって。前の一番腹立つんだよ。どうぞとも言わねえから、いやいいねって、どういいよと思って、早く証明して帰るよと思って。おめえ何やってんのと思って。ギリ春休みだから、来週から落ち着くでしょ、学校始まるから。だからか、行く場所ないの君らと思って。ないからゲーセン来てんじゃん。金もねえんだろうな、金もなくてなんかたぼろってんだろう。だから金くそに取ってんだろう。どうせ、いやだからその金もないから座ってんでしょ。なんか理解できたなと思った今。春休みカツアゲでもしたいんだよ。ああよかった。やったらプロスケの話でちょっと外出ようか、うん、適当にやるけど悪いけど容赦しないよ子供。ついね、君は何したいんと思ったの。早くお金ないんだったら
多分店員さんも正直うざいとしか思ってないから帰りなよと思って。うん、まあ別に店員だったらなんか言えばいいっていうこと初めて言われてよ。スタンバってるところで職人カメラに見てもらえませんかって。なんだこの騒ぎと思ってはって言ったもん。そう、人のカメラみんなやめてもらえますかって言うんですよ。はって言ったもん。覗きですかっていう。こうやって首かわせたもん。はって言った。これ頭やったもんやって別にいいけど、それで喧嘩発砲発してる警察タイプで、今殴りましたね、ちょっと警察呼ぼうかって。あのね、この世界ってね、留学の時じゃなくて留学に暴力振ったらもう負けなんだよって。全部切ったみたいにやってるけど、すいませんとか見ちゃう店員さんが超かわいそうだったよ、女性の。めっちゃ俺には優しかったけどさ、いちいち筐体のゲームプレイする前になんか拭いてくれたりとかして、めっちゃいい店員さんだったんだけど、ガキのものせいでほんとかわいそうだったの。帰れって言っても帰んないし、今すぐ、そう、お金わざと入れるんだよな、あいつら。でも今すぐやめられませんみたいな感じです。テンマリアのやつらと同じような構造だな。テンマリアのやつらもこれでやめてくれって言って金わざと入れて、そしてまだクレジット残ってるっていうのがやるんだよ。いや、ろくな大人にならないことは別にどうでもいいや。マジで。テンマリアはね、っていうかね、下手くそ。悪いけど。ああいうのは店員さんと仲良くやらないと。いや、ほんとそれだと思うよ。うん、狩り場って言ったらちょっと君には失礼かもしれないけど、そういう場所なんだから一応。で、自分たちの素行が悪いから自分たちで首を絞めていくんじゃん。で、ルールがだんだん厳しくなっていくじゃん。めちゃくちゃ神対応だからちょっと褒めたいよ。褒めるツイートしたいよ。めちゃくちゃ紳士な。昨日怖かった女の人、若いお姉ちゃん対応、何回か他のタップが対応した後まだなんかあれしてなかったから、何回か行った時にさ、うん、すんげえ殴る何回も見てきて怖かった。おい、苦情を出すのよ、私の名前で。ガン見しすぎじゃね。なんかその後にありがとうございましたって言ってくれた時もめっちゃ名札ガン見してくるから超怖いんだけど。お褒めじゃない。うん、まあ、なんか気に入ってくれて、あの店員さん名前覚えとこうっていうニュアンスだったら初めていいんだけどさ、うん、やめて、怖いような、食い入るように見てくるのマジ。でも私あんまり名前見てさ覚えられたくないから、わざとさ手札の文字ちっちゃく打ってんだけどみんな結構文字でかいのに嫌じゃん。今だけもう本名さらすのナンセンスな時代なのにさ、ほんと時代遅れだよ、あの会社。全然違え、タイヤの感覚が。やっぱスタッドレスは怖かった。なんかタイヤ大丈夫なのと思う。パンクとか外れたりとか。大丈夫でしょ。大丈夫でしょって言い方がもう不安。大丈夫だって、あと1回ボルトのネジ逆に締めてたじゃん。相当前ですね。そういうのがあるからあんま信用してない。あのやらかしたやつかってなっちゃう。俺じゃないんだけど、お前のディーラーなんだけど、と思ってびっくりしよう。あ、そうなの、ディーラーだったの。うん、どっか車検、多分長野だと思う。あ、そっちか。おめえがやらかしたんだと思ってた。そういう言い方すっから、あんた。いや、もう俺だって怖いから元に戻してる。何かを外すときって元の状態で基本的にあの写真撮っとく派なんで、分かんなくなると怖いんで。そう、集中して全部一気にやれればいいけどさ、途中で何か違うことをやんなきゃいけないって間ができると人間だから一瞬記憶飛ぶじゃん。飛んだときってもう危ないじゃん。あれどっち何だったっけみたいな。結構あるあるな店らしいけど。あるあるじゃダメだよ。それで人一人死ぬかもしれないじゃん。ポッピーポッピーポッピー。いや、その絵かこれ。だったら雨なんか見通にしたらめちゃくちゃ雨。ハッピー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 。じゃあちょっと見てないじゃん。ちょっと
った。ちょっと見て直しちゃったね。初めて言われたの。